り切ったわね。うん、すっごく楽しかったよ。最高のステージだったわ。まだ胸がドキドキしてるもの。うん、ずっと熱が残ってるみたい。本当に最高のライブでしたね。ええ、お客さんもきっと同じように感じてくれているはずだわ。桃井さんが言ってた通り、本当に忘れられない日になりましたね。あ、そうだ、あの時は予定にないことを言っちゃってごめんなさい。今回のステージ本当に楽しくて、体が勝手に動いちゃったの。そうだったのね。でもあの時の愛理ちゃんの言葉、素敵だったわ。本当にあの時の愛、桃井さんの言葉でみんなにさらにブーストがかかりましたよね。それはさすがに買いかぶりすぎよ。私はむしろみんなのパフォーマンスを見ていたら。そんなことありません。出番の前にも言ったんですけど、本当に今回のステージを皆さんに恥じないようなステージにしたかったんです。私、知ってたので。モアモアジャンプのステージの凄さを。え？多分、皆さんが思ってるより、あかりはモアモアジャンプオタクですよ。実は、ワンマンも参加してるもんね。え？そうだったんですか？まあ、その話はいいんですけど、とにかく私、今日のステージで、モアモアジャンプの皆さんが、お客さんに希望を届けるのを間近で見て、本当に勉強になりました。私たちが目指していくのは、こういう形なんだって。それで、こういう風になりたい。私ももっと届けなくちゃって思ったら、パフォーマンスにも歌にもどんどん磨きがかかっていって、今までにないくらいお客さんと深く心をつなげた最高のステージができたと思います。だから、今回コラボできて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。江ノ崎さん。お礼を言うのは私の方よ。ステージにかけるみんなの熱を感じて、どんどん気持ちが高ぶっていって、私は今日憧れに近づくことができたの。憧れに？ええ、そしてそれはリライトのパフォーマンスが私の心に火をつけてくれたからだわ。だから本当にありがとう、桃井さん。まあ、近づけただけだったから、まだまだやるべきことはたくさんあるんだけどね。こうして一緒にステージに立てたのも何かの縁でしょうし、希望を届けるっていう同じ思いを持つアイドル同士、お互いこれからも頑張りましょう。はい。それじゃあ一旦ここから出ようか。まだこの後も他の子たちのステージあるし、邪魔になっちゃうから。あ、そうですね。いいけど、あかり、言わなくてよかったの。え？モアモアジャンプが好きなのはそうだけど、あかりが一番推してるのは、行こう行こう、邪魔になっちゃうって。もうほらほら。わかりやすいね。さっきまであそこに立っていたのが嘘みたい。それくらい遠い場所だった。
私が憧れた理想の景色は。でも、近づけるんだわ。進むことを諦めなければ、やめなければ、絶対に。それに、目標が同じアイドルがいたからこそ、私はまた、一歩進むことができた。だったら、これからも、止まるわけにはいかないわよね。これからも、私は私に線を引かずに、やれることは全部、何だってやって、最強のスーパーアイドルになるために、進んでいくわ。ドルラバのステージは本当に大成功だった。こうして連日ワイドショーにも取り上げられてるし、SNS やネットの反応もすごくいい。なのに。やっぱり、何か変だな。別に回線トラブルとかでもないのに、あの日から、仕事のメールが、一件も来てないなんて。